塗り絵や折り紙などお子様が楽しめる内容となっております。参加の希望の方は憩いの広場にお集まりください。繰り返しご来園の皆様にお知らせいたします。本日午前10時30分より憩いの広場にて國學院大學北海道短期大学部の学生さんによるワークショップを行います。塗り絵や折り紙などお子様が楽しめる内容となっております。参加ご希望の方は憩いの広場にお集まりください。ご来園の皆様にお知らせいたします。本日午前10時45分よりイベントホールにおきまして、シマフクロウ普及啓発イベント、シマフクロウはあなたのそばにもを行います。シマフクロウ研究者や地元の環境活動団体の講演を行います。当日受付もございますので、どうぞご参加ください。繰り返し、シマフクロウ研究者や地元の環境活動団体の講演を行います。当日受付もございますので、どうぞご参加ください。みんな一緒に行動してるね。みんななんかあそこで待ってる。登ったりしてるの。登ってほしいの。お世話についてる。お世話に敏感な私たち。
服を着に行ったじゃん。はい、あっち飛んだらこっちこっち。おい、いといといとい。
食べてる。芋？芋食べてる。何食べてんだこれ。芋やない。